ただ一人の友が死んだ。光栄と一緒に会社作っときながら3年前光栄クビにして追い出した男だろ。携帯のリダイヤルは全部あんたの名前だった。なのにあんた出なかったんだ。謝れよ光栄に。謝れよ。粉飾決算をしていいといつ誰が言った。風間さんに全て押し付けて逃げる気ですか。お前ら俺の会社を潰す気か。会社はあなただけのものではありません。お前は何がしたい。このまま走り続けるつもりか。人生一度きり走らなくてどうするんだ。違う、立ち止まらなきゃ見えない景色ってのもあるんだ。なくしてから気づくことばっかりやな人生は。子供は育ち、こっちは老いる。納得して時が流れる。人生っていいなと思う。人とまっすぐ向き合い、そして人を思いやること。忘れていた人生の大切なもの。友の愛した心がつながるこの場所で今果たそう人生の約束。